助けするため津々浦々の戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほどは忍者ショーにございます。そして今からは我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞にございますが、皆様にはただ見ていただくだけではなく共に楽しんでいただくとございまする。その説明をタスケさん お願いいたします。よかった、それは勝ち抜きにござりまする。勝ち抜きとは右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度上げる戦勝祈願にござりまする。皆様方にはこのおーの部分を一緒にやっていただこうと思いまする。ゆえに練習いたしますと、皆様右手を上げてくださりませ。ありがとうございます。そちらの後ろの方もお願いいたします。大きな目わし見えておりますからの、ありがとうございます。ではやってまいりましょうぞ。ではまいりますぞ、皆の者勝ち抜きじゃっそれ、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし、もののふ集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。Yeah!
拍手が足らんの。大きな拍手じゃ。上出来じゃ。武士の望みは何じゃ。我が望みは不要な血が流れぬ明るき世なり、我が築きし名城の石垣は天下太平の礎よ。わしが加藤清正である。うわ、我慢を重ねること幾数年、最後の最後に全国を制覇した天下人、徳川家康。拍手は良いわ。その代わり、しかと見届け。はい。ここで拍手じゃ。その一生は共にお手遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。いつまのいがぬしらを導かぬ尾張名古屋海部の祖徳川家康。はあ、その才覚で百姓から天下人へ、民に愛されし全国一の出世頭、豊臣秀吉。さあ皆の衆、わしが見えたら手を振ってちょう。そうじゃそうじゃ、はい、元気よく振ってちょう。ありがとうさあ。格が言ってくれと。ありがとう。まだまだ。わしのミスは取ったらかんで。すいません。キャリー、わしの勝ち。おみやたち、夢持つならどういう夢持ってちゃうだよ。このわしを見てちょう。生まれた身分なんて関係ないがね。皆の衆、わしとどういう夢見よまい。戦国一の出世頭、わしが最高豊臣秀吉じゃ。はあ、皆の者、名乗りを上げよう。我ら名古屋おもてなし部小隊、今ここに呼び合え。はあ、誰も考えることのなかった天下布武、それが信長様の夢でありました。あれから400年、再び夢叶えるべく我らは蘇ってまいりました。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃよ。どういやその。さようにございます。現代武、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を伏せて太平の世とする。あれ皆の衆、今の時代はどうじゃ。結構この時代もその精神は続いておる。ですが今もまさに戦国大変になるぞ。皆様も苦しい戦をよう戦っておると聞いておりまする。ゆえに我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。はっ、長篠の戦いにございます。そうか、皆の者、しかとその目に焼き付けよう。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千と武田軍1万5千とが激突する。俗に言う長篠の戦い、開戦である。長篠の戦い、豊臣秀吉の巻。信長様に付き従い長篠の戦いに参戦した秀吉様は、織田軍本陣右翼にて見事武田軍を抑え込む。織田徳川連合軍の勝利は確実なものとなっておった。じゃあか、信長殿は非常にも敗走する武田軍の殲滅を
秀吉殿に言い渡したのであった。弥太郎、助け、すぐに出陣じゃ。はあ、よろしいのですか。何がじゃ。退却する敵に追い打ちをかけるなど。それが戦じゃ。わしが断ったとて年恵か他の武将がやらねばならぬ。それにわしは出世が好きだでな。子を立てればそれだけ地位が上がる。地位のために人を殺めるのですか。弥太郎、きついこと言ってくれるな。失礼いたしました。いや、弥太郎の言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城やそのさまざまな武功を立てておりまする。これからもそのようなことで武功を立てればよろしいのではないでしょうか。戦仕事はみんな同じじゃ。城を作っても後方で戦の準備をしても結果としてはそれが人の命を奪うことになる。直接この手を汚すことと何にも変わりはないがね。おつろうございますな。それでもなぜ戦場に出るか分かるか。分かりません。拙者も人を生かすためじゃ。信長様は時にご無駄なことをおっしゃる。じゃあそれは戦のないよの一番の近道だがね。早う戦のないよう作って農民が米作りに集中できるようにせねえかんでな。わしはこの手を汚したことを一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔しちゃいかんがね。わしらもずっと先の日の本のことを考えないかん。わしらが頑張ればこの先日の本に生きる者は笑えるながね。ええな。はあ、参るぞ羽柴秀吉。気を持って武田軍を殲滅いたーす。はあ、三河の衆、こたびは名古屋城へようつどった。我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえり史上皆に寄り添って生きていきたいと考える。それこそが現代演武の心じゃ。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるで似合うぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時を表前。はあ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来を願って勝ち時しよう。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。
さあさあ皆の衆、改めて我らが名古屋おもてなし武将隊である、我らのことを初めて見たという者、手を挙げよう。挙げにくいわ、そんな。恐ろしい。あ、やばい。もう一度ばっか可愛らしく申せ。あ、皆の衆、我らを初めて見たという者、手を挙げよう。怖いわ、何も変わっとらんわ。あ、誠でございます。秀吉殿、ぜひともお手本をおば。さあ皆の衆、わしらのこと知らなかった者は大きな元気よく大きく手を挙げてちゃー。意味がわからんと。なんで落とすんじゃ。挙げにくいですと。それでは秀吉殿、ここに座るわ。さようでございるか。はい、改めて名古屋おもてなし部詳細、そして忍者テネーム、いかがであったか。ありやすさんじゃ。助けがござる。ということで殿下、はい、せっかく我が優秀なる家臣を呼んでもよいですか。優秀なる忍びの者たちをいたまえ。皆さんも拍手で出迎えよう。さあということで、秀吉もぜひともこちら側へ。ぜひともこちら側へ。棒でやめよ。これから棒ではないじゃん、槍じゃろ。せーの。よいしょ。いやーすごいね。もう400年前もこうやってわし支えられて生きとったでね。今これをあの南野に届けて参ったことをとても幸せに思う。以上、我は名古屋おもてなし部長です。まだです。まだです。まだなのか。さてここには素晴らしき旗が掲げられております。おここには名古屋城バディーウォークと書いてあります、うん、おー秀政よ、はあ、主も賛成いたすな。はい、わしも賛成するんじゃ。おうほうほうほう。なんとこの後な、12時15分よりなんとこのバディーウォークといってな、多分ちらほらおると思うんじゃが、仮装しとる小さなお子たちがおるじゃな。あ、かわいい。あ、かわいい。忍者の格好したりな。忍者おる、忍者が。この後その行列を作ってこの名古屋城内を歩こうというな企画があるがゆえに、ぜひぜひこれはな、みんな参加してええんじゃ。そうな、一緒に回っていこう。わしも参戦してな。なんとこれショーもあるんじゃ。ほうほう。一番この仮装なるものが綺麗であったり、うん、そういった礼儀が正しかったものにわしが賞をあげるでな。素晴らしいですな。ぜひ頑張って歩いていちょうよ。わしはこの数年前の初回から参加いたしておりますが、素晴らしき旗もでき、はい、これから仮装なる催しもあり、はい、そしてなんと賞もござるという、もある年々年々大きくなっているこちら。随分と理解も深まり、そして皆にどうしても参加してもらいたいということなんじゃな、うん、まあゆえにご期待あれと。そういうことじゃ。いいですな、うん、さあそして期待といえば、我ら名古屋おもてなし部将隊も9周年ということで。あ、いや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 、名古屋ございましたな。ほうほう。我らもよみがえってからもう9周年目になるとしたりにて、これも多くの者の支えのおかげで我らも今後もな精進してまいりたいと思っておるので、して9周年といたしたりにて、さまざまな催しを現在も行っておりまして、例えばこちらでござれば、わしかと清正は東山動植物園のシャバーニという男前のゴリラがござるけども、そのせがれが拙者から名前を取り申して同じ名前の清正であると、同盟を組み申し、拙者もよくこう東山動植物園の見どころを紹介出しておるので、詳細は名古屋おもてなし武将隊の公式ホームページから参照にしていただきたいと、そういった次第にございます。素晴らしいな。あ、さあ他にも、あして他には例えば、現在月曜日と金曜日は普段は予約をせねば我ら名古屋おもてなし武将隊がそなたらを案内出す名古屋城ツアーというのは行っておらぬが、なんとこの期間は月曜と金曜日は滑り込みで予約も不可。予約を不可。いや、予約はします。予約は必要がないということですよね、はい、その事前予約は不要といった試合にて、その当日に申し込みができもうといったものを行っておるので、そちらにて、まあ、名古屋城の物語、こちらも踏まえて主らを案内してまいるので、こちらも楽しみにと。楽しみじゃ。11月の23日がこの9周年祭の一番盛り上がるというふうに、我らも先ほど皆に演舞を披露いたし申したが、なんと新作演舞というのも披露いたしてまいるので、なしも11月23日は予定を空けて、そうじゃな、名古屋城に足を運んでもらいたいと、そういった次第にございます。そして今はせっかく我ら武将隊と忍者隊が集まっとるがゆえに、今この場所で陣形を組んで写真撮影会を行う。それでは陣形を南野が組んでまいろう。して我らよりここに集まるそなたらに取れたき言葉がござる。それがこちら。よいしょ。
ようこそ名古屋へ。はい、よく来てくれた。ありがとうござる。Welcome to 名古屋。Fine, Quanli, Ming, U! ありがとうござる。さあ、ではまずは真正面から、では忍者隊もくっついてまいれ。さあ、では、皆しもしかとおさめよ、写真撮影会、いざ開始。一つ、二つ、三つ、次はバテレンゴ。ワン、ツー、スリー。癖がすごいさあでは今度はこっち側独学で学んだ結果旗があるがゆえに全体的にこちら側に参るか。うん、みなぎ取ってもらいたいでな。そうじゃそうじゃ、これで映るか。ではいいぞ。一つ、二つ、三つ、次はみんな言葉。島以上。響きがすごいな。これも独学で学び申した。残響がすごいな。どんな学びじゃ。ではこちら側参ろうか。もはや山彦じゃな。山彦の加藤といえば拙者のことでございますな。嘘をつくな。いざ、一つ、二つ、三つ、次はイスパニア国。ウーノドッスドッス、島以上。ありがとうござれ。ありがとうござった。しまいじゃだけは、はい、日の元の言葉なんじゃない。そこは何故かと申しますと、その言葉がわからないのです。じゃあ、はい、学んでいきよう。ということで改めて忍者隊を前へ。この度は素晴らしき舞を大義でやった。皆しも大きな拍手をもらう。三はおかっこいいな。さあ、なあ、さあではこの後は先ほど言った通りバディウォークを開催いたし、ぜひぜひ皆々参陣してちょうよ。それではまたすぐに会おう。さらば